はようございます。本日は奈良県大和郡山市の八田町に向かっています。そんなに広いエリアではないんですけど、結構観光スポットがあります。大和郡山市に入りました。今日メインは八田寺なんですけど、まだ開いてないと思うんで、まずは大和民族公園に向かいます。よし、到着です。こちらが大和民族公園の駐車場です。すごい広いですし無料です。ここにアイスの自販機があるんで、これ食べながら公園を歩いてもいいと思います。この公園が自然いっぱいで、季節によっては花を楽しめるんですね。で、各地から移転してきた古民家がいっぱいあって、これを無料で見学することができます。あとは、200円で民族博物館がありますね。博物館と古民家見学は9時からですね。ちょっとまだ9時にならないんで、他を先に撮影します。まだ8時過ぎなのに結構人がいるんですよ。なんかの花が咲いてて撮影に来てるのかなって感じします。結構花が綺麗ですね。ここは亀とか鯉がいっぱいですね。あ、菖蒲園が結構綺麗ですね。八田寺見に行ったついでに、やっぱりこの公園もおすすめですね。水車小屋もありました。なんか菖蒲園と水車小屋ってよくセットになってますよね。あ、これも綺麗ですね。へえ。あとここ梅林があるんで、梅のシーズンも良さそうです。よし、それでは9時になったんで博物館に入ってみます。こっちは200円ですね。こちらが館内です。中は写真とか撮影してもいいみたいですね。おう、200円なのに結構広いですね。人形がリアルすぎる。結構力入れてますね。本当に広いです。200円でこれはすごいですね。これそうめん作る時のものらしいです。これは木を運ぶやつですね。
ありがとうございました。結構ダイナミックな展示もあって面白かったですね。次は無料の古民家見学をします。高取町にあった古民家をここに移してきたみたいです。今このかまどんどんっていうイベントやってて、あのかまどで炊いたご飯を食べれるみたいですね。1杯150円。あ、お茶碗と箸持ってきた人は50円引きです。こちらは大和高田から持ってきたお家みたいですね。1812年建築の町屋です。あ、お米屋さんですね。こちらが旧吉川邸住宅ですね。注意、アライグマが出没していますってなってます。あ、ここのかまど大きいですね。あっちは立派な蔵ですね。あ、これすごいいいですね。1700年ぐらいに桜井市で建てられた古民家をここに移してきたみたいですね。ここは無料なんで皆さんもぜひ見学してみてください。この屋根結構管理に手間かかってそうですね。おお、これまた見事ですね。本当に綺麗にしてますね。まあでも昔の家って大体中は似てきますよね。この牛の部屋があってかまどがあってってそんな感じですよね。あれ、なんかすごいところに木が生えてます。旧木村家住宅だそうです。あ、これはもともと十津川村にあったみたいですね。最近コスプレイヤーを歓迎するような観光地が増えてきましたね。ありがとうございました。次は八田寺に向かいます。あ、八田寺向こうですか。まっすぐです。はい。はい、トルコ人の誘導で500円の駐車場に停めました。そこのトルコ料理屋さんの、家の方みたいですね。今日はそちらで食べたいんですが、まだ空いてないですね、多分。他にも駐車場ありますけど、そこも500円ですね。あ、トルコ料理のお店、ここなんですね。
ごちそうさまでした。このお店はかなり本格的なトルコ料理屋さんでした。この紫陽花のシーズンはお客さんが多いんで、普段とメニューが違うみたいですね。1850円のキョフテケバブセットをいただきました。カリカリのパンとたっぷりのケバブの料理です。ここのケバブめちゃめちゃ美味しいです。ジューシーで下味がしっかりしてて、パンともすごく合ってました。表現が難しいんですが、クリームとか入ってるソースもすごく美味しいです。あとは赤レンズ豆のスープも豆のあっさりした甘みがあってとても美味しかったです。シェフはトルコ人の方で、でお店の前でケバブサンドも焼いてるんで、まあ、手軽に食べたい方はそちらでも良いかもしれませんね。あ、トルコ料理のお店なんですけど、アラトゥルカっていうみたいです。でケバブサンドは750円で売ってました。あそこの肉本当美味しいですよ。おすすめです。では参拝していきましょう。入山料は700円ですね。本日は6月8日です。多分もう咲いてると思います。ここ結構標高が高いですね。よし、紫陽花園に向かいます。あ、紫陽花見本園と紫陽花園と両方ありますね。へえ。味噌なめ地蔵っていうみたいですね。色が本当に鮮やかですね。あ、ここの紫陽花庭園めちゃくちゃ広いですね。僕もこの八田寺すっごい昔に一回来たっきりなんで、もう覚えてなかったです。この道も面白いですね。これは700円の価値余裕でありますね。ここめちゃくちゃ広いです。まだ咲いてないやつもいっぱいあるんで、この動画を見てから来るぐらいがちょうど見ごろかもしれないですね。今日平日なのに結構人が多いです。よし、では本堂に向かいます。あ、結構大きいですね。よし、入ってみます。あ、お食事処もありますね。野菜カレー10時30分から、あとは紫陽花御膳ですね。やっぱ本堂が立派ですね。
こうやって同じ敷地内に結構いろんなのがあります。あ、こんな感じですね。よし、じゃあそろそろ戻ります。ここやっぱ眺めがめちゃめちゃいいですね。ではそろそろ帰ります。今回紹介したところはどこもすごくおすすめです。大和民族公園もあの古民家とかすごく面白いですし、あとトルコ料理のお店もめちゃめちゃ美味しいです。でこの八田寺の紫陽花園も思ったよりもすごい広かったですね。よかったら行ってみてください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。